What's happening, ladies and gentlemen, and welcome back again to another reaction video. This is the Multitasker, and I got a latest request from Latino Heat. It's Kenta Kobashi versus Kensuke Suzuki. This match held place at Pro Wrestling Noah, which is obviously, this is from Japan, and that's something I've never seen before. And it runs about 31 minutes of this match, so I have a feeling this is going to be very intense, and perhaps this is the greatest match of all time. So let's go ahead and make this work. And if you have any requested videos that you want me to react, I'll be more than happy to do so for the sake of entertainment. But most of all, this is me just doing my best. And time to react. ついに迎えた宿命の7.18東京ドーム。ザ・ゴーアン対決へ。ドアのドームに現れた佐々木健介。皆さんのプロレスの記憶、その歴史の年表を5年前の夏に巻き戻してください。 2000年 の夏、小橋は自らが束ね、権威の誇っていた3本のベルトを手放し、箱舟に乗り込みました。その時を同じくして、もう一つの黄金が宿ったベルトを持っていたのが、この佐々木健介でありました。あの夏は実現するはずもなかった2人の激突。5年間という月日が流れ、ついに宿命の初対戦を迎えました。 言葉はいらない。己の右腕だけを引っ提げて箱舟に健介現れた。 3.1、三沢から GHC を奪い第6代の王者になりました。 3.1は絶対王者が誕生した日でもあります。 その原点に戻ろうというのか小橋健太。宿命の一戦、剛腕対決、リングの中には佐々木健介。どちらの腕が強いのか。 WrestleManiaで、ラストマニア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 で、
る佐々木健介。小橋健太。伝家の宝刀。この剛腕こそがグランドスロード。小橋健太。宿命の声が裏返ったところに注目したよ。高山さんご自身のその注目点どうでしょう。試合の中では。試合よりもコスチュームが面白かったね。健介。いや健介じゃない。小橋だよ。虫キングの悪者博士みたいだったじゃんか。新たな決意を胸に今リングに上がりました陵侑。剛腕頂上対決実現。62000東京ドーム。これまで一切コメントを出してこなかった佐々木健介。小橋健太対佐々木健介。あの日本武道館の電光掲示板で発表された時、ファンの声が全て
手を物語っていました。余裕の激突。So intense, you can feel it. どちらが強いのか。バックドロップ。いきなりのバックドロップ。いいね。仕掛けましたね。俺が求めたこれだよ。求めていたもの。はい。もう最初から終わらす。その勢いで。もう手探り状態なし。予想では両雄ともコメントを控えておりまして剛腕対決にこだわるんじゃないかそんな見方もありましたがいきなり放っていきました。いいことだよ。別にラリアットやんなくてもいいんだもん。もう一発で倒すっていうねこの気合であればいいんだよ。さあ来た逆水平チョップ。まずは剛腕同士の逆水平チョップ。拳のヒートバックドロップ、うん、バックドロップにはバックドロップ。ラリアット先に出したのはケンスケ。どよめいている6万2000超満員東京ドーム。これで終わってもいいんじゃない。もうこれで終わっても今バックドロップの打ち合いがありました。先にラリアットを出したのがご覧のスーパースローでご覧いただきましょう。ケンスケ高山さん、はい、高山さんは去年この両雄と死闘を演じました、うん、両者のタイプの、まあ、共通点であったり違いどんなものがありますか。共通点は共に一直線、はい、パワーファイター。違うところは何だろうね。嫁がいるといないぐらいじゃないかな。なるほど。プロレスの結婚した男とプロレスラーと結婚した男の対決。さあ再びリングに上がってきた。このリングで決着をつける。どちらが強いのか。さあ手が合う。力比べになるのか。おい小林。声をかけた健介。小林。応じた。来いぞ東京は。どちらの力が強いのか間もなく分かります。うなりを上げる剛腕。苦しい表情は小橋だ。小橋が苦しい表情。体勢を上げます。鬼の形相の小橋が今度は体勢を上にして力を込めていく。やっぱこういう攻防は2人に合うよね。見応えありますね。俺はさこの二人こういう攻防嫌いだけど付き合わされたから嫌だったんだよ。嫌だというのはどういうことですか。嫌なんだよねこういう暑苦しい攻防は。熱い二人のパワーが今ぶつかりました。その見つめる先に小橋がいます。先ほどラリアットを出したのは健介でした。逆水平の打ち合いだけにこだわりませんでしたね、うん、やっぱその辺はねもうお互いトップレスラーだからさ、そればっかりじゃないってことを出さなくちゃいけないし、逆水平の打ち合いにバックドロップの打ち合い押し込んでいった小橋です。膝を当てていく逆水平胸を前に来た中心君。そこから首を捉えてあれから1年東京ドームで落とした、うん、ギロチン式のチョップ。お小橋がロープに走ってあジャンプして落としていった。振り下ろした。ちょうど1年前の東京ドーム秋山戦で出した技でした。一転して締め技顔面締めを持ってきました。健介の顔面を締めていく。剛腕が巻きついている小橋健太です。決まり具合いかがでしょうか高山さん。これはねちょっとずれてるね。これはもう小橋健太のテクニックのなさが分かっちゃうところなんだけど。どのあたりですか。力任せなんだよ。ひねる方向は逆だよこれ。もうじゃあ逆にその方になればさらなる力になるわけですね。こっちの足でフックしてるから左で、はい、逆に持っていかないとねじ切れないんだよね。それをこの上腕だけの力でねじ切ろうとしている映像であります。本当バカ力って感じでね。そしてその小橋が健介をエプロンサイド。不穏な空気です。不穏な空気だ。何を持ってくる。首が出ている状況。まさか狙いを定めた。あーキルシン首を狙った。なおも行くエプロンサイド。自らの手刀を落としていった。重力も加速してこの健介の首めがけていきました。えぐいよね小橋健太。王座から落ちたらえぐさが増したね。
なんか王座らしい戦いっていうのは彼の中に理想があったのかもしれない、それがなくなってタグが外れてそれに残酷なものが出てきたかもしれないね。絶対王者から陥落しました。それからこの小橋、鬼の小橋になってきた。さあリング下に健介がいる。それを狙った、小橋狙った、クランチャ観光、今肘あたりも行きましたね、ちょうど顔面のあたり。あとさ、頭の上から乗っかってきたじゃない、はいはい、結構首がグギってずれたりとかしちゃ危ないんだよね。スーパースローです。あー追いかぶさるようにフランチャ観光、上からこう行くのがぐしゃりといい。そうそうそう、ファイルドライバーと同じようになっちゃう。果敢に攻めているのが小橋です。さあ一つチョップを放ってスリーパーの体勢、どう応じるか健介。試合前全てのコメントを拒否しました佐々木健介。この試合に言葉はいらない、このリングで全てを見せると語っていました。おお、頭突きヘッドボット、うん、ああそして逆水平とラリアットだ。左腕が巻きついている、ニュートラル逆水平、そしてニュートラルコーナー、コーナーのトップからその高さからいくか、いったー、なだらしきフランケンシュタイナー、小橋転落。技のバリエーションをさらに広げている佐々木健介です。さあそして今度は青コーナー、コーナーのトップに立とうとしている小橋がまだ立てない状況。今度は青コーナーのトップからラリアットか、ラリアットだね、今ね、コーナーの最上段からのラリアットを出してきました。先ほどまでは防戦一方だった健介、一転して攻めに転じています。放送席前に小橋が落ちました。それを見た健介が青コーナーのトップに上がっている。そこから行くか、場外に確保するか、小橋が気づくか、コーナーのトップだ、健介が中央にいった。放送席前、果敢に空中戦を仕掛けている佐々木健介、畳みかけてるよね。いいですね、もう休む暇を与えません。あの空中技というのは一か八かというものがあると思いますが、あえてそれを出してきました。ここは勝負どころだと思ったから。試合時間に関してお聞きしますが、長くなるとどっちが有利ですか。いや今ねすごいハイペースで攻めてるじゃない、健介が。これでしのがれたら小橋がちょっと盛り返したかもしれない、盛り返すタイミングを与えず健介が一気に畳みかけることができるか。ツーカウント小橋です。高山さんはこの両雄のラリアットを食らったことがもちろんありますけれども、ラリアットについては何か2人の違いはありますか。そう、微妙な差だけどね。やっぱ健介はやっぱ背が低いんで下から勝ち上げるようなアッパーカット食らったようになるんだよね、はい、そうすると顎でまず衝撃を受けて、そのまま頭を打ちつけるんだよ、マット。それが二重の攻撃で厳しいもの、カウント1です。一方小橋のラリアットは、小橋はもう本当に腕をぶん回して、振り切ってホームランぶっ放す感じでね、それこそ首を脱いでいく感じで、まあ、それぞれ個性はあるけど、はい、結果的には食らったものがたまんないと同じ状況になるけど、Give me some more. 今顔色が変わりました小橋。さあ Again. 正規の剛腕対決、Again. 豪華すぎる逆水平の打ち合いだ。汗がミストになって飛んでいる。さあ打ち合いが始まった。エンジンかかった豪華戦に火がついた。いつまでもいつまでも打ち合ってほしい。余裕引きません。That's what professional wrestling is all about. This is great. コメントを一切させなかった。全てはこれが俺の答えだ。
逆水平まだ続いている。小橋と健介の崇高なるチョップの打ち合い。胸めがけた。健介の胸はどうなっている。真っ赤だ、引いた、健介引いた、追い込まれた。そこに来てマシンガンチョップ連発。さらに行く。いや、タイムを変えた。今度は健介タイム。Now he's going to do the same thing.何かこの2人に何かが乗り移っています。色がすごい変色してるよ。紫になってきて、ああ本当だ、健介の胸が変色している。 That's something we never see that on WWE or your AEW。 紫、そして腫れ上がってくる。これでもか、これがどうなんだ、どう応じるか。まだ打つ。今からテレビをつけた方、これは剛腕の対決です。逆水平の打ち合いです。引きません、諦めません。 this, こだわっています。 this is the meaning of MVP か、 the test of strength、 ベストバウトか。剛腕頂上決戦。胸で受ける、手を上げる。2000がもう2人のこの技の攻防、意地の張り合い、もう喧嘩ですね。いや、これはもうすごいね。喧嘩っていうかさ、お祭りみたいだよね。お祭り、逆水平チョップ祭り。これさ、日テレはさ、スタッフ数えるべきで何回打ったかって。あー、カウンターで、うん、さあどうだ、それに動じる。いや、まだ行く。放送の時はここに出してほしいよね。そうですね、カウンター入れることができれば入れたいと思います。頑張ってください、日程さん。まだ行きます。そんな話をしていても二人はまだ同じ技。意地と意地の攻防、右手と右手。剛腕というのはここの時点の大事戦を引きますと腕っぷしの強いことだそうです。 Ooh, she's worse.頭をつけた。剛腕対決は分かりやすく言えばどっちの腕が強いのか。顔色も変わってきた。バックスイングからの逆水平。佐々木健介どう応じるか。歯を食いしばった、うん、2連発返す。一発はちょっと喉元いってたよね。喉元、うん、ああポイント多いな。小橋が出血してるよ。さあ今の最後の一撃、ああやや小さぎり喉のあたりに入りました。一緒に狙った。やっぱスラム切り替えた。ケンスケこれがあるんだよね。切り替えました。胸の痛み、あれ上がっています。 He gets out of it.勝つのは小橋か、健介エスケープ。
エプロンサイド、今大きな流れが来てますね。トップロープの下、おお危ない、そこから行くか、ブレンバスターの打ち合いだ、ノーザン行くか、まさかそんなことをしていいのか、小橋が返す、切り替えて毛先切り、首を狙った、エプロンからノーザンを放とうとしました佐々木健介、小橋が追っていきます、頭を掴んだ、おエプロンの上から健介の首に、あそこからエプロンサイドからノーザンシャットパワー、小橋真っ逆さま、隙を突かれた小橋、見事な切り返し、佐々木健介スーパースロー、エプロンから抱え上げてノーバンライトボム、 As I said, this is so great、 エプロンからノーザンが打てなかったら見事切り替えましたね、 I think they're not gonna get out、 I don't think so、 場内カウントが数えられています、20でリング、あこれはホットアキラ、この会場で見つめているホットアキラ、今日は鬼嫁ではありません。一家の主の課長の戦い。健介が先に戻った。健介は先に戻った。戦場に戻った。小橋が戻れるか。13まで来ている。垂直に落とされました。ノーザンライトボム、場外で食らいました。15。ああ、まさか。ああ、まさか。ケンスケは戻ると言っている、剛腕対決をしようじゃないか、危なかったね、あれで上がってこなかった、どっちだけだよ本当に、危ないところでした、戻りはしましたがご覧の状況です、剛腕対決、どちらの腕の力が強いのか、頭を持って引きずり起こそうという佐々木健介、さあこれはコロゲノイラプション、いやフルネルソンに持っていこうとしている健介、腕を伸ばす、小橋の右腕を取った、タイガーを狙っている、命綱が遠くなる、腕を伸ばした、届くか届くか届かない、タイガースープレックス、ホールドしている小橋、ピンチ、ツーカウント、ハーフネルソンのお返し、タイガースープレックス、惜しかったね、ホールドが外れちゃったからね今ね、ああなるほど、さあ決めるか、ケンスケが強いのか、ランニングして、ありがとう、顔面を叩きつけたケンスケラリアット、沈みません、自らの剛腕をぶち当てました、引きずり起こす、無理やり引きずり起こす、さあどうする、健介が仕留めるか、小橋を破るか、抱え上げて落としていく、いや巻き込んだ、小橋が巻き込んだ、やったー、出たー、小橋も出した、ショートレンジ、いいタイミングで入りました、こういう使い方がうまいんだよね小橋はね、起き上がってドンピシャリのタイミングで、今度は小橋が剛腕ラリアット、顔をそぐような感じだよ、顔面をそがれた感じだよ、なぜか立ち上がる、膝逆一本、逆一本強い、腕を取る、さあ腕を取る、来たー、ストラングルホールド、ガンマー、腕と肩と首、ストラングルホールド、しっかりロックした、腕をロックしたから腕が危ないんだよね、腕ですか、うん、まだ腕決まってない、痛みが走っている、肩と首だね今、肩と首、さあそしてさらに力を込める、腕を折りにくる、肩を痛める、20分が経過した、左足がなんとか届きました、ストラングルホールドガンバー出してきた、健介にはフルネルソン監獄固め、ボルケーノイラプション、
さまざまな技があります。お、ラリアットチョップで迎撃。わあ、ケンスケがいく。ノーザントリアルブレンバスターの打ち合い。立った。今度はノーザンライトバム。やってくれ。もっとやってくれ。ゴーマンが打ち。東京ドームが揺れています。62,000超満員、ついに剛腕と剛腕の相打ち。世紀の一瞬をスーパースローが捉えていました。その技を余裕受けました。背後から後頭部にラリアット、ケンスケが行く。あ、スリーパースリーパースープレックス。なんという角度だ。ケンスケの首、とんでもない落ち方しましたね。危ないね今のもね。先に立つ、拳を握った、yep. この試合を小橋がかつての入場テーマ、グランドスロードで入ってきた。振り抜いた、ケンスケに命中、返した、剛腕ラリアット返しました。グランドスロードとは大きな剣、大きな刀、一大決戦、そのテーマで入ってきた。さあ東京ドームで舞うか、小橋健太ムーンサルト。何時間でもやってくれ、当たり続けてほしい。立ち上がった、小橋が仕込めるか、健介しのげるか、来るぞ、ラリアットブロックした、ノーリン手継ぎ、耳に当たった、連発、3連発、徹底的に首を狙う。そして今度は来るぞ、さあ後頭部握った、ゴールラリアット、剛腕は我にあり、ミスターラリアット、小橋健太勝利。It's amazing. This shit was amazing. 東京ドームにグランドスロードが流れています。かつての入場テーマ、あの絶対王者誕生の日にあれから封印していたグランドスロード、最後は一大決戦、殿下の宝刀を抜きました。ラリアット23分38秒、世紀の剛腕対決、会場から大小橋コールが起きています。高山さん、どんな時間でしたか。いや本当退屈する暇がなくてね、すごかったよね。あのチョップの張り合いは異常でしたね。異常だね、嫌だね、ああいうのね。こんな2人を相手にしたかと思うと本当ゾッとするよ、ね、俺が死にかけるわけだよ。そうですね、大阪で。さあそして勝ちました小橋が今意識朦朧の中ロープを使って立ち上がろうとしている。そして健介も今意識を確認しました。小橋健太対佐々木健介、剛腕頂上対決、62,000がこの世紀の剛腕対決を見ました。最後は右腕振り抜きました。しかしこの健介、チョップの張り合い、そして見事な技を繰り出してまいりました。剛腕と剛腕が握手をしました。世界で一番強い抱擁、そして小橋と健介、その太い強い腕、62,000人が寄っています。がっちりとその太い腕で握手を交わしました。健介お見事、素晴らしい試合でした。デスティニー宿命の対決、運命の一戦、小橋健太が
佐々木健介をラリアットで沈めました。もうこのドームのファンはもう満足してますね。じゃあもうみんなで帰ろうか。いや、もう一つすごいのがあります。まだあるの。ありがとう。Respect. そしてノアのファンの皆さん、ありがとうございました。6万2000人がそのマイクに応えました。敗れたケンスケにも大歓声が。うわ、最高に気持ちよかったです。敗れはしましたが、最高に気持ちのいい試合を展開しました佐々木ケンスケ。一緒に埋まっている東京ドーム、拳を上げました小橋健太。あ、そして放送席、高山選手と。 Holy shit, that was an intense, insane match I ever seen. You have two powerhouse, Kenta and Kensuke just give every inch of their body, their spirit, their soul, what a crazy fight that was.And so many chops. It just goes right to the chest. I honestly don't think I've never seen anyone, let alone a superstar, would actually do this much. I mean, you have to be exhausted to get this kind of energy, just to go again and again and again and again. Wow. Wow, wow, wow.Oh, Jesus Christ, I'm doing the Owen Wilson, am I? Wow, 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 look at that. But all seriousness, what an incredible match that was. That has to be the main event. I mean, Jesus Christ, that was just... Even though this was dated back in 2005, but...that was gotta be the most epic match ever. And I don't think I've never seen anybody would actually do a spinning karate chop right to the back of the neck like that. Even so much muscle mass is to the neck. I have never seen anyone does that and take that like five times or something. But shit.Any more like that, you would be out. Jesus Christ, that was just it's just epic. But the real, I mean, sorry, tongue tied. I'm even though Kenta won that match, but the real victors are Kenta and Kensuke. That they both give a hell of a match and a great performance, and it's just one of the by far the best match of pro wrestling Noah. Holy crap, that was just amazing. Well, I think that will be it for right now. I think all this excitement that justmakes me wanted to have to rest my eyes. But if you guys enjoy this, and again, if you have any requested videos that you want me to react that involves with any type of pro wrestling, just let me know and I will make it happen. But until then, leave a likes, leave a comment down below. Take care, be safe, and most of all, be blessed. So have a good night. Mighty signing out.